ロボットとヒーローが大好きなアッキミロです。はい、続きやっていきます。前回はウルトラマン、ウルトラセブンやられちゃいましたね。今回はどうなっていくのかやっていきましょう。司令室に来たんですけど、前回の終わり確かなんかアルガンを調べてみようとか言ってたんで関係ないかな。ダメね、通信機器やレーダーが完全に使えなくなっているわ。作戦室が元に戻るまでにはちょっと時間がかかりそうね。あなたのアールガンのおかげで助かったわ。でもあんな風に変形できるなんて、ねえ、どうして銃に変形するの？それがよくわからないんだ。あ、なんかちゃんとしたイベントっぽいですね。はてなはてなはてな。セブンのことも心配だが、アールガンの調査をしなければ。藤隊員、アールガンについて調べたいことがあるから、ドックに行ってくる。そう、知ってると思うけど、ドックは一回よ。ありがとう。じゃあ行ってくる。何でも言いますけど、やっぱイングラムが素直にありがとうとか言ってるところが新鮮だな。なんと、エレベーターが使えません。触るな、現在修理中。階段で行けと。はい、格納庫に到着です。時間がない。急いで調査しよう。ハヤタの具合はどうだ？命に別状はないようですが、昏睡状態が続いているため、専門の治療ができる病院に移送しました。ウルトラマンと時を同じくして、ハヤタ隊員も倒れていた。もしかすると、ハヤタ隊員はウルトラマンだったのかもしれませんよ。鋭い！ははは、そんなバカな。現にウルトラマンは帰ってしまったじゃないか。いえ、ウルトラマンとハヤタ隊員が一心同体だったとしたら、今の彼の状態に納得がいきます。イデタイン、さすが知能的やな。それよりも、マグネリウムエネルギー照射装置は完成したのか？それはこのイデタインにお任せあれ。すでにできています。では、TDF 極東基地へ行ってくれ。了解。イデさん、やるー。おーい。イングラム君、どうしたんだい？人型形態に戻ったのはいいんだが、どうもこいつはスタンドアローンの兵器ではないらしい。しかも変形システムが解除されたことによりコネクターらしい部分が露出している。何らかのパーツが装着できるのか、それともパワードパーツですね。前から思っていたんだけど、アルガンってあの計画で開発された機体かもしれない。あの計画？前に TDF の報告書でこれと同じコンセプトの機体を見たんですよ。確かにこいつは過去の機体だからな。詳しくは TDF のアヤ隊員に聞いた方がいいですよ。それより僕は今からマグネリウムエネルギーを持って TDF 極東基地に行くんですが、俺はアルガンにエネルギー補給してからグランドバースに戻る。わかりました。でさ、本当は一緒に来てほしかったのかな。お、TDF じゃん。隊長、ETF のガッツ星人から通信です。地球人に伝える。君たちの英雄ウルトラセブンを夜明けとともに処刑する。その後我が ETF による史上最大の侵略作戦が開始されるのだ。マグネリウムエネルギーはどうなったんだ？今家督隊のイデ隊員がシークレットハイウェイを使ってこちらに輸送中です。お待たせしました。早かったな今。お、噂をすればすぐにマグネリウムエネルギー照射装置をウルトラホーク1号に取り付けるんだ。セブン、見殺しにはしないぞ。アスケーオープン。レッツゴー。待っててね、セブン。来たー。笑っちゃいけないけど笑いそうになる、あの十字架。あ、早い、勝手に飛んじゃう。セブンの額であるなんとかにって言ってましたね。ピーピー、命中したのに手応えがない。あ、あれを見て、十字架が消えたわ。あれは幻だったんだ。くそ、どうやら ETF の罠だったようだ。一旦基地へ戻って作戦を立て直すぞ。まんまとしてやられましたね。こちらは霧山だ。空に浮かんでいたセブンは幻だった。だがセブンは必ずどこかに囚われているはず。ガイアセーバーズは
セブンの居場所を捜索してくれ。了解。経過は随時報告します。あそこにセブンがいるぞ。結構時間が経ったってことか。桐山隊長へ連絡。セブンを発見しました。泉ヶ丘山腹に十字架が埋まっています。了解した。我々はマグマライザーで地中からセブンの元へ向かう。それまでに十字架周辺にいると思われる ETF を片付けてくれ。了解。みんな行くぜ。ハヤタがいないからリーダー不在ですね。まあ、あたさんどうですね。まあ、一直線に向かいましょう。お、宝箱。チタニウムバレル。これはガンダムの装備でしたね。分岐点すらなし。宝箱。マグマライザーを手に入れた。これはカードですね。ザコ出んの？どんな敵かな。もうアンドロイドも飽きましたからね。バルタン星人。入れ替えしないといけないのか。しまった。まあ負けることはないと思いますけど、どんなもんだ。5。まあまあ全然大丈夫ですね。これで終わりだ。いやー、やっぱ一人だと手こずりますね。1100の経験値、だいぶ儲かった。はい、今回はカトル、ギャバン、シャリバンで行こうと思います。ご到着です。セブン。うん、笑っちゃいけないんだけど笑っちゃうな。お、来た来た来た。この戦いに敗れることがあれば地球は破滅する。我々は決して負けられない。そば一発で決めろ。はい。エネルギー注入中。来たー、セブン復活。ウルトラセブン、ファイターセブン。なんかガッツ星人来たよ。いや、もう素直に出現してくれよ。そんなところで時間食うな。作戦失敗か。だが貴様らごときに小細工は不要。我らガッツ星人は負けを知らぬ。まあ名前的に確かに強そうですけどね。行くぞ。巨大化した。ルカナ星がふるさとだ。ウルトラセブン、ファイトセブン。さあ、ウルトラセブン頑張ろうぜ。あ、シャリバンが追い出された。なんてこった。どうしようかな。全力ワイドショットいくぞ。スラッシュブーメラン。数多いんで全体攻撃主体でいきましょう。ドルファイヤー11。さすがにあのセブンのイベントの時ほどの威力はないですね。7。これは8。まあまあですね。まあ負けることはなさそうです。サンドロック結構食らう。さあ、これに耐えられるかどうかで雑魚かどうか決まります。えい、耐えた。日よりもしない。なかなかの強敵ですわ。ガッツあるわ。伝生獣ドルー。デレレレー。最近ドルギラン暇してたでしょうからね。出番が来て嬉しいんじゃないですか。やっと来たー、ドルファイヤーだぜーみたいな。よく燃えたかな。はい、倒れました。あれ、ピヨってなかったけど、もう限界ギリギリだったんですね。まさかのアールガンとギャバンだけで終わっちゃいました。諸星ランレベルアップ。おのれ TDF ガイアセーバーズ。だが、
ETF の侵略作戦はまだ始まったばかりだぞ。消える時も長いな。普通にスッと消えてくれ。あ、あれはダンだ。どこどこって、あいつ今までどこに。やっぱりガッツ政治に捕らえられていたのかな。まあセブンとして捕らわれていましたね。ここまで来たらなんとなくみんな分かりそうですけどね。とにかく良かった、ダンが無事で。ダンさんは大丈夫でした？ええ、だいぶ疲れていたみたいだけど、お礼になんか分かっちゃいました？ウルトラ警備隊の人たちが TDF 基地へ連れて帰ったわ。どうした、レイン、顔が青いぞ。なんでもないわ。言えないわ。ダンの体温が摂氏90度、血圧が300もあったなんて。普通の人間ならとっくに死んでいるはずなのに。戦いでは真っ先にマシンを撃墜されるくせに。仕方がない、ウルトラホークやビートルで ETF を相手にするのも限界があるよ。それよりもあの宇宙人が言っていた史上最大の侵略作戦って一体。これから大変ですね。あのウルトラマンも倒されてしまったし。弱音を吐くな、シャリバン。俺たちガイアセーバーズが諦めてどうするんだ。ここで俺たちが負けてしまったら歴史が変わってしまう。そうです、もう僕たちは後には引けないんです。この二人がこんなに前向きになってるんだ。デン、お前も負けていられないぞ。なんかドモンと肩みたいで失礼な気もするけど。そうやってお前美味しいセリフを持っていくわけね。スプリンガーですから当然ですよ。レッツさん、これからどうします？そうだな、周辺をパトロールして地球へ侵入した ETF を探し出そう。そうですね、ドモンやカトル君がいる以上 TDF 基地に戻るのは危険ですからね。すまない、迷惑をかける。ドモン、素直になったじゃん。みんな感心してるわけじゃなく間があっただけか。俺は TDF 基地へ行く。 TDF 基地へ。勝手なことを言って悪いが、 TDF 基地でアールガンの調査をしたい。例の変形システムを調べるんだな。わかった。それとついでに作戦室へ寄ってダンの詳しい容態を聞いておいてくれ。あ、おお、なんだ、セブン上司、セブンの上司、完全にセブンと見た目は同じじゃん。340号、いや地球の呼び名でウルトラセブンよ。何、ウルトラの M78 星雲って番号で呼ぶの？はっ、君の体は過去の侵略者との激しい戦いで多くのダメージを受けている。これ以上地球にとどまることは危険だ。もう M78 星雲に帰る時が来たんだ。しかしこの美しい地球を狙う侵略者は後を絶たない。ウルトラマンがいない今、僕までも帰ってしまったら地球はどうなるんだ。体を治すなら M78 星雲へ戻らなければならない。君の体は地球人とは違うんだ。このまま放っておくことはできない。しかし僕はこれだけは忠告しておく。戦ってこれ以上体力を消耗してはならない。変身してはならない。わかったな。他のセブンをこう派遣してくれるとかそういうのはないのか。今のは夢か。びっくりハテナ、ウルトラアイがない。夢ではなかったのか。はい、 TDF 基地に着いたようですね。作戦室に行けばいいのかな。はい、 TDF のセーブルームに来てセーブしました。なんか作戦室行くと新たなイベントが発生しそうな気がするんで、今回はここでやめたいと思います。いやー、セブンも変身不可能になっちゃいましたね。これで地球にいるウルトラマンはジャックだけじゃないですか。そろそろジャックの出番が来るってことですかね。
なんか一時的に一回だけ出てきましたけど、それ以降全く姿を見せていないですからね。なんか、このプレイヤーの仲間じゃないにしろ、地球上にいるから、他にもウルトラマン見たぞみたいな噂ぐらい聞いても良さそうなんですけどね。なんかそこら辺どうなってるのかちょっと気になるな。まあ、とりあえず今回はウルトラセブンの頑張った回って感じでしたね。まあ、次回は R ガンの秘密なのかな。まあそこを多分オリジナルキャラであるライトがアヤトの話を展開していくんだと思うので、そちらを楽しみにやっていきます。この動画暇つぶしになったなと思えたら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。